はい、イエイ。これさ、広角だからさ、もうこうやったらすげえ顔ちっちゃいすごい顔ちっちゃい。こんにちは。ほら、すごい。ねえ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 ハロリー、皆さん、歌とアコーディオンの姉妹とチャランポランタンボーカル妹の桃と姉はアコーディオンのハルです。はい、今日は9月ね、うん、発表されましたけども、9月1日0時から、はい、新しいファンクラブが始まりますよっていうね、発表がされたと思うんですけど、はい、あの新しいからさ、うん、みんなわからないと思うのね。しかも今回はもう本当にスマホで基本的に使うやつなの、まあ、パソコンでも見れんだけどスマホの方が楽しげだよみたいなやつで、うん、それをね、皆さんちょっと入るときにわけわかんないくなっちゃいそうだから、うん、ちょっと今日はももちゃんのスマホで入ってみたいと思います、実際にね。はい、はーい。QR コードがね、あんた普通にあの普通に待って QR コードで先に入ったらいいの？でもあれだよね、アプリを先にダウンロードしなきゃダメだよね。どうなんだろう、ちょ先にこれ入ってみる。 QR コード読み込んでみる。はい、はい、どう？あ、はい、すごい、もう入れた。スペースランタンチャランポゴいやちょっと、いやだよね、なんか、いや、スペースランタンチャランポゴ。え、これわかんない。待って、スタッフこのスタッフってのいらないね。わかんない、これちょっと後で。皆さんこんにちは、こちらチャランポランタンのファンクラブ、スペースランタンチャランポゴです。スペースランタンチャランポゴはスマートフォンでインターネット上配、ね、これ私が読んでたやつね。そう、小春打ったのよこれ、うん、ありがとうございます。もしかしたらちょっとこれさ、9月1日にちょっと変わるかもしれないけど、激しい、はい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 。あ、チャランポランタンの頭の中、未発表プロジェクト、未公開シーン、チャランポゴだからこそ見ることができるコンテンツが詰まっております。はいはい、そうなのよ。乗組員同士で親睦を深めることも可能になりました。普通になんか DM とかも送れるの。あとログインしてるね、あのその何、ファンクラブの会員、その乗組員、うん、もう見れんの。誰がログインしてっかなみたいな。もう SNS だよ。そうなんですよ。楽しげ。やばいでしょ。トピックを作成し、乗組員の仲間とともにチャランポランタンを大いに盛り上げてください。トピックが作成できます。そう、なお歩きながらのご搭乗は危険ですのでおやめください。はい、歩きすぎなお皆さん、もうはんひんひょんひょん、もういいです。なるほど、うん、30日のね、うん、23時59分までに入会した方全員に、はい、全員に実物会員証をプレゼント、はい、うん、30日が終わるまでね、ちょっと揺らさない、で、あ、こうね、2種類あるんだよね。うん。宇宙船のファンクラブなのよ。言うたら。なんちゅうの？うん。それで、そのファンクラブの、あの、会員は、乗組員っていう月額500円のと、超乗組員、月額1000円のが、2種類あるんですが、うんうん、この2つ、ちょっと待って、まだね、もしかしたら、あ、待って、下。うん、下。年間で入ると、その月額でもできるんだけど、年間で入ると10%オフです。そうなの？そうだよ。待って、打ち合わせ参加してたよ、あなたも。すごい。そうですよ、10%オフです。だからまあ1年間、うん、チャランポランタのファンでいる予定だよっていう人はもう年間のやつを一番最初に払ってしまった方が 10% オフです。それはでもまあお試しがいいかなっていう人は3ヶ月、ね、3ヶ月っていうところから入ることもできます。3ヶ月で、途中で変更も可なんで、はいはい、先進んでいい？あ、どうぞ。入会のフローは下記となります。入会をタップ、はい、入会をタップ2、ツイッター連携、え、わかんない、あるんじゃない、入会ってとこ。どこ下？入会タップできない。あ、まだダメだ。9月1日にならないとこれタップできないんだわ。じゃあ説明できない終わったでもね、じゃあこれで買いましたの後からできるよ。
これでここで買うんです、うん、でここで購入ってなったら次はアプリをダウンロードするんです、うん、はい、あのアプリでファニコンってのをダウンロードしてください。はい、ひらがなでも出てきます。あ、出てきた、すごい、うん、ファニコン、ほんとだ、こういうマークてってってって載せていくよ、こういうこういうマーク、F のマークじゃない？こうだ、うん、猫寝てる、ああ、ちょっと待ってね、どっかに行った、どっかに行ったわ、ちょっと待って、あ、最初に戻ってんじゃない、あれ、いない、ちょっと待って、ちょっと待って、最悪、ちょっと待って、どこだ、あれ、うん、あれ、この、あの私の大きな葉っぱの、うん、あの背中、なのこれ、大きな葉っぱ、なんなのこの大きな葉っぱ、この背景なんなの、大きな葉っぱの下から撮った、うん、あ、これ自分で撮ったの、そうだよ、写真、これ絶対フリー素材じゃん、違う、大きな葉っぱの下から撮った写真の背景です、うん、ファニコン、はい、こちらです、あ、イエーイ、ファンコミュニティでできること、イエイイエイイエイ、ほら、うーん、オリジナルグッズが手に入るって書いてあるんだけど、ちょっとそれまだね、あの、ちょっと、はい、あ、松井ジュリアさんも、ね、やってますよ、ほら、いろんな人がやってますよ、あ、いろいろやってますよ、あ、やってますよ、ログイン、あ、これ通知を許可にすると、うん、あの、小春がほら、つぶやきましたとか、動画を載せましたとか、それ、ほら、オンにしといた方がいいんだよ、うん、許可にするじゃん、うん、おいで、イエーイ、入りました、入りました、スペースランタン、チャランポゴン、はい、はいはいはい、ここにね、なんかこう、乗ってるわけだ、そうなんですよ、小春さんがこう、なんか写真を載けてるわけだ、うん、この可愛い画像、シュッてやった瞬間の、これが、うん、ほい、で、これが、うん、いいねってできるんですね、あ、ここね、うん、イエイ、でもね、めちゃめちゃいいねってやりたいとき、長押しすると、うん、あ、ねえねえ、なんで通報しよう、なんで通報しようとすんの、あれ、あ、ちょっと待って待って待って、私だからできないのかな、そんなことある、待って、めっちゃできるけど、めっちゃ私だけが、うん、違う違う違う、私だけめっちゃやっとくね、でもね、でも、待って待って、でも、ね、いっぱいできんのよ、それ、イエイイエイって思ったらいっぱいできるんだって、私だけ100個やっとくね、でも、違う違う違う、それさ、あの、ポイントいいね、100になっちゃった、やった私一人でなんか、いっぱいのいいねを飛ばすみたいなことができるはずなんですよ、うん、そう、でもそれはポイントを変わんない、ね、ポイントでできるわけ、うん、まあ、っていうのが、やばいやばい、僕が100いいねする、ね、これが1いいねしてる状態になってる、ねね、けどもういいや、ほっとこう、ね、じゃあ小春も 2いいねしとくじゃん、うん、なんで、いっぱいいっぱいいいねすると、ここに表示されるようになるんですよ、なるほどね、うん、で、この次、まあ、この下のこれ、はい、あの吹き出しみたいなやつ、はいはい、吹き出し、うん、これこれが、あのグループチャットなんですね、はい、ワイワイって皆さんでコメントしてくださいってやつなんです、うん、はい、結構みんなで話そうって。あ、あ、来た。喋れる。ここでみんなね。ヤッホー。私たち二人がさ、うん、ここで会話してバカみたいじゃないの。やめて。まだ誰もいない。まだ誰もいないのにね。まだ乗組員が0人なのに、ここで二人で会話してる。ハロリ、ヤッホーってなって。でもここでおすすめできるの。でもその次のやつは、うん、右ね、トピックって、この四角が2つで、ここでは、うん、こうほら、何々が好きな人集まってくださいとか、そういうもうほらスレッドみたいなのさせれるのよ。あ、なんだけど、いい問題が、うん、私たちは作れない。え、じゃあ何、乗組員が作れるってこと？そうそう、乗組員しか立てられないの？そう、でもなんか一番最初初期設定だけは作れるんだけど、今後は作れないの。すごっ、うん、だからもう乗組だけが、ここはもうここのページは
で今だからもう試しにもできないの本当だ、何もできない。そうだから一番最初もしかしたら入った時に自己紹介よろしくとかっていうの作れるかもしれないけど、うん、その最初だけなのうちら作れるの。へえ面白い。だからもうここで例えばアコーディオン練習してる人、あ動画載せようみたいなのが作れるの。ああとじゃあハロリ納豆の美味しい食べ方をそうそう載せてくださいとかやっててもそうっていうのが集まるところとか、あとはなんか自分家の猫ばっか乗せるとことか、はいはいはい、もう全然自分たちで作るの。一番右のこの人間の丸い人間が写ってるみたいな、うん、それはこれ、うん、あの自分のカード、はいはい、これはあれだね、会員証というかデジタル会員証、うん、で、うん、ほら1ヶ月以内に入ってもらったらこれのカードがもらえるんだけど、うん、これこのデジタルのやつは例えばそのファンクラブイベントとかの時にここを見せてほしいみたい、うんうんうん、ここの番号と ね、 ね言ってたね、はい、ライブでもだからこれが活用される。そうなんですよ。そうなるほど、ね、それでいっぱいアクセスしたらこのいろんなバッジがもらえるようになるの。うんうんうん、アクセスしたり、あとはその何なんだっけスクラッチをいっぱいやったりしたらポイントをもらえたりとか、はいはいはい、いやいやいやみたいな楽しいできるんですね。それで、うん、これだ、うん、ここでスクラッチあ違う違う違う、あこっちかこれそうここですとスクラッチが開始できるの。はいはいはい、スクラッチ楽しそう。ちょっとスクラッチまだね私ら準備この動画を撮ってる時には準備してないんだけど、うん、ここでスクラッチをできる、うん、できるんだ。そうでそれはもうあのポイント制ではあるんだけど、うん、そういう楽しみ方もあるよ。まあ別にやんなくてもいいんだけど、はいはいはい、でそしたらあの何非公開画像が当たったりとか非公開動画とか、はいはいはい、時々サイン入りなんたらが当たります。楽しそう。はい、そうでこの一応右のやつはうん、小春が投稿したやつを一覧で見れたり、はい、ももが投稿したやつを見れたり、そうあとなんかうちらがそのタグをつけてやあれしたら、うん、例えば今日のハロリとかでタグでできる、はいはい、まだ一個も今タグ作ってないけど、あ間違えた、楽しいねって感じって感じ。ちょっと楽しい。あ、そう、そうそうそう、ハイテクだから、うん、ちょっと、私 SF が好きなんでちょっとそうだったんだ。そうそう、SF ものが好きなんだよ。なるほど。だから SF にしないってことでちょっと思いっきしスカート踏まれてるんだけど大丈夫かな。大丈夫。あ、ごめんなさい、うん、パンツね、ごめんね、本当にごめんなさいね。めちゃめちゃ、めちゃめちゃ、めちゃめちゃ踏んでたから、ゆっくり引っ張ってたんだけど全然引っ張りきれないくらい踏まれてたから全然気づいてなかった。そうそうそう、うん、そうそう、SF が好きだからさ、やっぱちょっとスペース系ちょっと出していこうかなと、今後はね。うん、まあでもね、はい、ちょっと、これだと、うん、待って、今できるのかな、試しにさ、配信してみる。ちょっと見れるか、ここで小春が配信したらやば、見れるかな。ちょっと待って、まだやったことないのよ。あ、ほら、配信タイトル、はいはいはい、小春だよ。あ、ラジオっていうのもできるのかな、画面を見せない。最高だよね、超楽しそう、ラジオが。今やってるよ。今やってる？あれ？通知は来ないよ。ちょ、一旦入ってみる？配信中。通知来ないの？わかんないけど。通知来ないの？わかんないけど通知来ないの？あ、すごい！ちょっと待って。ほら、ちょっとこれだけちょっと。うん、すごい。ねえねえねえ、コメントが来ない。すごい綺麗じゃん。コメント来ない。誰もコメント来ない。あ、来た！ハロリさん！あ、ももさんありがとうございます。あ、こんにちは。こんにちは。あ、嬉しい。今日は一人かな？思いっきしハート送りまくってる。鬼ハート。今日は。このプレゼントのマークで。
あ、来た、ハートも来たよ。あ、ちょっと待って、うん、あ、プレゼントしようと思ったら、うん、すごい、あの年齢を、 あ、そうね、だってほら、やっぱりほら、ち、ね、そのもうほら、お母さんにちゃんと言ってくださいねっていう、20歳以上と、うん、あ、そう、もうちょ、あなた買わないといけない。ああ。あなた課金しないといけない。そういうことだね。そうなんです。だからポイントでプレゼントも送れると。そう。でも、これがちゃんと、投げ銭みたいに、ちゃんと我々にも来ますので。あ、う、あ、ん。マジで。それはありがたい話。それは、ぜひ、うん。あ、今日は何を食べましたか？そうだな、今日は、自分でね、炊いた玄米をね、あれして、カレーのふりかけをかけて食べました。おいしそう。カレーのふりかけが、あ、私は豆腐そうめんに納豆入れて食べましたかって何聞いちゃった。聞いちゃった。何で、そうなっちゃった。なんで、でも画質が良くない？めっちゃいい画質。全然めちゃめちゃ画質いいよ。うん、しかも音もなんか全然平気だったよね。うん、じゃあこれでなんか演奏とかもできるかもね。うん、すごい、できます。楽しい。あ、返事してください。あ、ごめんなさい。すいません。あ、ウインク。ウインク。すごい、なんかこんな中入って。あー、やった、ウインクしてくれた。ウインクしてくれた。ちょっと待って、ウインクこっちできない。はい。あ、ウインクしました。ありがとうございます。はい。あ、ありがとうって言ってる。あ、どういたしまして。はい。あ、これからも頑張ります。めっちゃ一人が送ってんの怖いね。怖いね。え、で、ちなみにこれ、うん、配信のアーカイブは、うん、超乗組員このプレミアム会員の方はアーカイブ残っていつでも見れますので、うん、すごっ。そう、乗組員の方はアーカイブが残りはしないんですけれども、うん、でも見れますよ、リアルタイムで。すごい楽しい。はい、いつでも見れる超乗組員がおすすめってことですね。それはそうですね。はい。で、これ、うん、ほら、画面が見れないで、声だけの配信もできるんで、うん、もうマジでいつでもできますよ。本当に私はちょっとラジオの方ちょっと、うん、ね、皆さんこんね、おはようございます、なんかみたいなことできる。楽しそうと思って楽しみ。うん、はい。楽しい。結構楽しいよね。めちゃめちゃ楽しい。しかもこの一番のいいところは、うん、スタッフなしでうちらが配信できる手軽さですよ。それな。これちょっとやってみようかな。はい、というわけで。あ、すごい。はい。あ、すごい、ラジオ、ラジオ。これで頻繁にちょっとラジオみたいになってる。頻繁にハロリのハロリレディオをちょっと。はい、こんにちは。あ、わ、コメントも来るんだ。うん、そうだよ。楽しい。楽しいです。ラジオ。あ、ラジオ好きなんで。ありがとうございます。読み上げっていうのがあるんだよな。これは何なんだ。読み上げってなんだろう。こんにちは。なんだろう。2分半切ってる。ハロリーすぎてすごい。は、読み上げた。ハロリーすぎてすごい。え、2分半切ってるとかじゃないの。こんにちは。あ、やばい。え、こんな読み上げ機能やばい。すごい。で、喋ってる風になるんだ一緒に、うん、ラジオだから、うんうん、私とね、そういうこと。喋、うん、ってるみたいになるね。なるね、すごい。なるねー、なるねー、なるねー、楽しいねー。おもろすぎはロータ。待って、楽しすぎるこれは。ウケんだけど。ウケんだけど。これがさ、もうすごいさ、たくさんの乗組員の人たちのさ、会話。楽しい。楽しいね。うん、会話でいっぱいいっぱいになったら、ずっとさ、ウケ。ずっと止まらないんだ。そうだね。これずっと喋ってるの。多分そのうち読み上げオフするだろうね。そうそう。でもちょっとやりたい。一時的にやりたい。ちょっとやりたい。じゃあ、ハロリラジオこれで終わりにしたいと思います。さよなら。またやって。あ、やる。コメントが見れるってのいいね、やっぱね。うん。まあちょっと、
9月、ひとまずやっぱ9月から始まるから、うん、9月はもうモリモリ。そうですね。チャランポゴ、チャランポゴマンスって感じで。はい。モリモリ。マジで。で行こう。うん。もうこの1ヶ月は、うん、毎日何かしら更新しましょう。任せてください。いろんな人が覗きに来れる環境じゃん。オープンなのって素晴らしいっていうこの世の中でのやっぱ今この時のクローズドな場っていうのはちょっと楽しいね。そうだね、うん、好きな人と好きなことを語り合える場みたいな。それはそうだよ、うん、楽しい猫通ります、ね、あれえ、うん、皆さんワクワクが待っておりますぞ。楽しいですね。というわけで、うん、はい、じゃあちょっと9月1日0時から始まる、うん、9月1日0時ってことは、うん、9月1日になった瞬間ってことだよね。なんか、ね、そうじゃなかったら何なの。いや難しいじゃん私0時ってさもう何時みたいな、うん、乗り遅れなきように、うん、皆さん集合してください。スペースランタンチャランポゴ、もう0時もうその日夜更かししちゃうからね。ごはるもうなんかイエーイ入ったかなって やっちゃうよね。夜更かししちゃうからね、うん、朝までやばい起きる。でもこれさ問題なのはさ、うん、小春が配信してる時にうっかりモーが配信したらもうみんなどっち見合いのってなるよね。それもできるどうなのかな。できちゃうんじゃないこれ。無理なんじゃないの。だって今みたいにこうやって配信中って出ちゃうんじゃない。選べちゃうんじゃない。ちょ一旦やってみよう。それもちょっと9月始まったらちょっと一旦トライしてみよう。いろいろうちら分かんないことあるからこれ、はい、ちょっと皆さんと一緒にあの勉強していこう。そうです。9月1日をお楽しみに。はーい。おーチャランポランタンでした。さよなり。さよなり。